こんにちは、ブルーホースです。ということで、100年目かに破産する社長、ブルーホースやってまいりたいと思います。早速トピックス、なんかすごいな、なんか、前回から、すごい、武田、奈良、ってことは関西圏にあれだね、すごいさ。いやー、ごちそうさまでございます。一気に収益がえぐいことになってますね。ということで、特急周遊で、まあ、早くもね、こいつ、誰かにこう、ちょっとナスナスしていかないといけないからね、やっぱり、妖艶なこう感じでね、こう、シルで、あー、そっかさ、唐津の方にちょっと行かないと、こいつ、やばいことになるもんね。で、収益は得たものの、そうか、でもこいつあれか、ポコンにボコボコにされるほどの、なんだっけ、物件持ってないもんね、そもそもね、っていう話だからな。どうしよっかな、ここで収入をリセットが、来週いただきますか。あ、いただかないんかい、いただけたらよかったのに、どうしよっかな。ちょっと待って、違う、サイコロ、じゃあカードで、いや、そうだよな。ちょっと収入をリセットしたいと思ったけど無理だった。人生なめるんじゃないわ。あ、いけるわ、全然いけるわ、普通にいけたわ。よっしゃ、収入を覚えさせ、イエーイ、オッケー、初期化します、ありがとう。てかこれさ、普通にさ、初期化してさ、なんか残り5回だったけど4回に減りましたとか、そういうなんか謎のなんか減少とかそういうのはなかったりするよね。オッケー、よっしゃ、東北も盛岡函館66億、桜の満開の臨時収入えぐいな。でも一気にこれでもうこいつらの年収を超えてったっていう話でね。でもよく考えたらさ、総資産がもう40億もあるし、こいつら勝ち組なのよ、冷静に考えればよ。でもやばい、買い占めてるし、しれっと買い占めてるだけじゃなくてさ、こいつしれっと近いのよ。6、頑張れ。てか、あ、こいつさ、あ、そか、カード持ってないのか。ブロー社長、おい、トイレ行こう、うんち系カードか、何バチ当たりって、ちょっと知らないカードってからバチ当たりにしてみよう。これ何？このカードを使うと、目的地にうんち落とすことができます。ちょっと待って、あと45マス。で、あ、陽気費があと11マスか。じゃあ、ちょっと待って、バチ当たり。飛び切りのやつお見舞いしてくるぞ。本当に飛び切りのやついったな。本当に飛び切りのうんちいったな。お殿様カードになってんじゃん。すごいな。そう。さ、なんか前回さ、うんちだらけやん、九州が。汚ねえな。早くバキュームでキュッキュッキュッキュしてやれよっていう話なんだけどね。まあ、落とした本人が、よくないんだけどさ。すごいところ行くな。しかも全部買えるんかい。すげえな。ウニのポッケ丼とかもたまっこおいしいだろうな、畜生。いいね。さあ、サイコロ、はい、6、6、6、6、2。あ、まあ、4億か。借金、あ、違う、ギリ借金しないのか。そう。前回さ、なんかさ、クソしょうもないコメントしてきてるやつは、チンパンジーとかニホンザル以下なんだぜっていう話をしたけどさ、よくよく考えればさ、そもそもさ、まあ、同じ類人猿として、それを遠ざけ、なんか同等に言っちゃうっていうことしても、なんか、ニホンザルやチンパンジーに失礼だなって思う一方でさ、もう一個思ったのがさ、違う、もう一個思ったのがさ、そもそもさ、AI にすらさ、そのさ、こいつら不適切だからもう除外しますよって言われてる時にさ、なんかもう社会的に抹殺されてるよねっていう話で、うわ、7億とかあるのに3億とかしょぼ、うん、ね、AI にすらさ、こいつらのコメントはもうクソだからもう相手にしなくていいですよって言われてるってさ、もうなんかさ、かわいそうだよね、本当に。なんかもう逆に同情するわっていうくらい、なんかレベルでさ、しょうもねえなって思ったりもするもんね。うん、だから別にその応援のコメントが欲しいですとかさ、楽しいです、嬉しいですとかっていうコメントとかもさ、僕、個人的な僕の励みになるからすごく嬉しいんだけど、その、なんだろうな、よく考えな、コメントするんだったらっていう話ですよ。うん、別にそんなハードルは上げましょうって、何、あ、すいません、僕、ありがとうございます。はい。あ、残念でした。まあ、自力でいけるレベルだけど、僕はね。むしろ俺のが近づけるから、あー、ギリギリ近づくことができましぇー、ごめんなさいと言いつつたどり着いたけど、どうしようかな。さあ、あ、でもな、ここでさ、ここを買うと、そうなんだよ、ここを買うとね、まあいいや、買うか。いや、何が嫌かってさ、台風が来た時がさ、毎年8月が鬱なのよ。8月だったか9月だったかも、流れ作業でやっちゃってからもう覚えてないんだけどさ、ってことで70件たどり着きましたと。くる。あ、こいつなんとかカードみたいな持ってなかったっけ。うお、すげえな、10、うお、10、はい、戻ってください。13億。はぁ、
33年目にも入るとそんな稼いってことは、もうこれ100年目のプラスマスとかさ、どんだけ恐ろしい額になるんだって。うっかりプラスマス止まってしまったらあれだよね。なんかせっかくさ、破産に向けて頑張って動いていこうとしてるのにさ、なんかむしろゴリッとこう逆転をしてしまう可能性とかも出てくるってことだよね。あい、穴を、穴を恐ろしや、穴が恐ろしや。17はどこに、この辺近づきたいけど近づけないの巻。じゃあ大分県を買い占めましょう。474億持ったら大抵のところ買い占められるもんな。オッケー。でまとめがいい。痩せ馬菓子ってどうなんだろう。あれかな、高タンパク低糖質とかなのかな。低脂質であることも必須なんだけど、別に糖質だっても構わないんだけど。ってことでトピックスで9月です。赤梨って何。青梨ならなんとなく、まあ糖度が高いってことで糖度なんぼなんだろうね。糖度がさ10なんぼとさ20なんぼでさ、でも違いますみたいな、そのよく分かってない。うわー、おうおうおう、晴天の霹靂、ありがとうございます。容器品によく、あ、よかったじゃないですか、7億いやー、やっぱね、物件を持つものはついな、金持ちの元には金が集まるっていうことなんですよ、結局。そういうことだよね。だから貧乏なやつはいつまでたっても貧乏なんですよね。だって自分の人生と向き合うこともせずに、ね、堕落していくことをね、自ら望んでいるわけだから。はい、バンビー、ウルリン、ウルリン、那覇のチャンプルー。あ、那覇売っちゃったからあれだね、来年からあれですわ、残念ながら桜の木をね、俺やることはできないということで。さあ、ということでサイコロくるくる、みくる、てかこれこれ、あー、そうなんだ、宮崎県の横ってあれなんだね。って、あー、全部返し見やがった、くそ、こいつ。チャ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 、宮崎県ってあれだ、サーフィンできるんだね、知らなかった。ということでナイスですねー。はできないで、あ、 B ってなんだ。あー、カードバンクかなんかだったっけ。飯塚は、あー、はい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 、小倉で、なるほどね。小倉行こうか。これを小倉って言うんだら、もうどんだけニュースキャスター大好きなんだよって。あれ、アクションって待て、あれだっけ、普通にニュースやってんだっけ、ニュースやってんだっけって、なんかもうクソバカみたいな質問しちゃったけど、はい。ということで、そろそろ自分の置いたうんちがこういなくなってくれることを願っているんだけど、果たしてどうなるかな。さあ、こいつもじわ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 ね、ギリギリ近くまで寄ってきてるんですよね。はい、残念でした。数億円で買ったカードがさ、てか、あれ ?6 億とかになるってことは12億以上損してるってことで、シュレッダーカードがいくらかわかんないけどさ。相変わらずのあれだね、プラスマスが大好き、雷神社長ですね。まあ、買った分をちょっとでも補填しようと頑張ってらっしゃるというところなんだけど、もうすぐそこだからな。じゃあサイコロで博多でも買い占めるか。買い占める。あ、返し、おお、博多買い占められんじゃん。はい、もつ鍋をありがとうございます。ヒアルゴン酸工場。なんか注入でもすんのかな。ヒアルロン酸ってやっぱり打った方がいいのかな。そのお肌やっぱ気になるお年頃なんですよ。もう30も過ぎてくるとさ、ちょっとこなんだけど、こいつ絶対俺にナスナスしてくるじゃん。おっぱいタッチしてくるじゃん。うわー、パイタッチして逃げていきやがった、サミットが。しかも全員大集合。俺の島で何をしてやる。なだ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 、あーケチー、みつひど、みつひどじゃねえ、みつひで、なんでギリギリ1個間違えた。あー、おーおー、なだなだ、がんべー、ここでがんべー、いいですね。とても天下を取ると助けたばかりが、天下が自分のだけで天下を取る特大ですけど、あれそうなの、クロトカンベってそんなすごい人だったんだ。なんだっけ、酒を飲めなめー、やった無料、やった、めちゃめちゃ手に入れてくれるやん。さすが、おーおお、なんだ、セッションナゴン、なんて、うんちを取り戻ってくる、うんち、せよじ、清掃、ありがとう、清掃ナゴン、誰が清掃やって。あ、そういうことなんですね。そういう意味だったんだ。清掃ナゴンじゃなくて、清掃ナゴン。いやー、なんか、歴史上の人物をなんか、そういう風に言うのも、なんか、すごいちょっと気が引けてしまうんですけれども。ということで、ちゃーちゃー、おたどりついてる、ちゃーちゃー、さよなら、バイバイ。パッパカパッパッパーって言って、そろそろカード売り場かなんかたどり着いとこうか。カード売り場でも何が売ってるかっていうところをしっかと確認をしておかないといけないからね。3回連続ですので、はい、20億、とか一気に60億ですね。ありがとうございます。スペシャルカード、あ、スペシャルカードいいっすね。今何月だっけ ?10 月だっけ。はい、ということで、次回目的地はここです、鳥取。あー、そっとくないな。リニアで一発とかできるんじゃないか。で、唐津はまとめ買いで、ポポポン。いたの息作りいいよね。やっぱ海鮮ってたまらん畜生なんだよな、本当にな。
季節季節のね、美味しい魚とか、特にやっぱりね、あの焼き魚とかも好きだったりとかするんですけど、あのね、なんだかんだね、刺身とか寿司とかってね、そのまま食べる系、まあ、あの寿司をそのまま食べてねえだろうって突っ込まれるかもしれんけど、まあ、結局うまいんだよな。さあ、9マスでこっちまでたどり着くことがで、あれあれあれどういうことどういうことプラスを求めて3000リってか。30マス回ったらこっち行って、ああ、いいな、オール6。ああ、残念でした。で、これなんか何億か取られるんじゃなかったっけ3億。おー、なんだ、あれか、あー、出た。悪行何回目みたいなやつ。悲しい記録達成100個。100匹かー、なんか、めちゃくちゃもらってますやん。あなたの総資産並みにもらってるやん。おめでとう。よかったね、総資産がわずか1ヶ月で手に入って。あ、12月か。で、リニアかなー。くるくる。で、なんか近くに行くのに、カード売り場、止まれ。で、鳥取がもっと右の方だから。あー、そこまでは行けないのか。でもこれ、松江行った方がいいか。松江行くと、残り数マスだもん。じゃあ、松江まで行っちゃいましょう。で、スペシャルカードでゴールしちゃおう。はい、どんそくさん、お疲れ様でーす。私が先についておきまーす。島根牛か。島根牛ってどうなんだろう、ちょっと、よくわかんないけど。はい、ありがとうございます。じゃあ、もう、ねえ、こういうのもさ、やっぱなんか全国旅してたらさ、どこどこがあるよ、みたいなさ、これ、やっぱ、だから、ちっすころとかに、その、勝負もあれだけどさ、わー、おならぷ、話ぴょーんや。そう。小さい頃に子供とかとやっといて、で、なんか地理とか覚えてもらうのにいいのかもしれないね。で、あの、パパが1位を取って、あの、娘にギャン泣きされるみたいなね、そんなオチとかもあったりする可能性あるけど、応答の様来たー！いいなぁ、ゴール死んでもゴールたどり着く。ってこと、こいつあれじゃん！一気に俺がゴールしてあげることによって、収益がもう、バイキー勝つゲーム、他力本願、神様や俺の力を借りることによって、ノーホンノーホンしてるからさ。で、おーおー、記録、あ、出た。1億円、ありがとう。なんかもう1億円が、なんかありがたくなくなって、おー、誰怪人21級、おーおー。僕は怪獣21級さ、さ、僕と好き好き最高勝負6個振って、22、ブルサーさん、22級の僕に、はぁちょっと待って、21ヶ月ほとんど、ちょ、えぐ。頼む。あー、もう圧勝じゃん。逆にお前21ヶ月出てくんだよ、絶対。祭り泊まるとこういうことなのかな。しかもスペシャルカード手に入れた。ちょっと待って、あと何マスって5。でも21ヶ月泊まるのとスペシャルカードってなんか全然釣り合わないんだけど、リニア周遊をなんかあの100回くらいよこせみたいな、そんなレベルだと思うんですけど。いや、今の。よかった、圧勝して。今、心臓バクバクだったわ。怖っ。人生ドキドキ、ミドキドキ、合わせてボクボク、ミコブロクって40億。で、しかもお殿様持ってるんだよな。いや、ほんとお気楽ですね、お殿様。ほんとに。ここで80億ゲットでございますね。一気に倍ですね。はい、陽気、あ、陽気さんの、あ、陽気室の方に行っちゃったの。なんかもう、かわいそうだよね、陽気日もね。なんか、ねえ、そろそろ頑張ろうかなって。わお、夕張り。これ、陸路から行こうとしたらすごいことになる。夕張りメロン。ん？何？あ、もうすでに独占した。あ、はい、寄らなくていいです。地元の人、せっかくさ、ヒーローが帰ってきたのに、うお、みんなでサミット会議。これさ、呼ばれるのは別に構わないんだけど、どうなるの？あれ？つくの？あ、そっちにつくの？で、さらに俺につくのか、これ。え、じゃあこれ順番後のやつの方が損じゃん。え、くっついて？どうなったこれ。ちょっと待って。あ、でもそっか、雷神社長がこう動いたら、俺にもろもろついてんじゃん。ゴリッと俺じゃん。やばいじゃん。ブロス、おい、イラオスケ、頼む。こいつをどうにかしてくれ。両目は半年間。よっしゃ、サイコロだけで進むが良いわ。ということで、リニア収入で、とりあえず行けるだけ行きましょう。これやっぱ飛行機飛んでくるのかな。で、ちょっとね、まだね、あの、破産は目指してるけど、まだ今別に、ね、破産したいわけじゃないから、てかもう今更の宝くじとか止まったところであんま意味ないもんね。そう。まだね、あのね、できる限りの資産を増やした状態で、最終的に、5年、10年で絶望を覚えていくっていうのをやりたいから、バチ当たり。これまたあれか、うんちか。で、清掃納言さんが出てくるって。そんなことしてっから紫式部とライバルしててもさ、なんか、あの、紫式部の方が好きっていう人の方が、あの、巷では噂が、おー、よかったね、福袋。でも、カードを禁じられてっからね、ドンマイとしか言いようがないんだけど。
ちょっとでも近づこうとしてるね。お、全部買えんじゃん。でもお前全部買って大丈夫か？ボンビーってなるんじゃないか。中津はでも唐揚げがあれだよね、有名だよね。あの大阪の梅田とか行ってもさ、中津の唐揚げとかってなんかその居酒屋とかいろいろあったりとかするのね。さあどこに連れて行かれる？ケイガミー、31億もっと奪われたいだろう。うおー、10倍、これ全部売っても足りないんじゃないか。だってそんな持ってないでしょ。ああ一気に収益がもうドンマイ。悲しいよね、悲しいだろう。ってことで新幹線終了。チャー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 なんかすごいあれだな、天国と地獄みたいな振り方だったな。6611って面白いな。でこっち行って、あれでもマイナスだったっけ、こっちの方行くと。いやプラスになるよね多分ね。でもな、この季節のプラスでね、大したことがないからな。うわ使い切ってしまった、やってもた。3月とか、おお終わったわ、いつの間にか生えてくる。たった、まあ、ゴールはたくさんたどり着いたけど、資産を増やしたいって意味ではね、株元社長みたいになれなかったということで決算発表でございます。じゃあまずは、またマイナスになってしまったの、雷神社長。どんまいだな。241億とかだったから、11億一応増えてなかった。11億だったら、大した額じゃないんやな。いやー、一気にマイナスになっちゃいましたね。予期費がじわっと増やしてる。4200億？おお、すごいな。確か3500億とバーンって前回やってたと思うんでね。うん。右肩上がりがすごいと思う。あと、そんな大したあれじゃないな。はい、ということで33年目以上でございます。最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、34年目もご覧いただけたら幸いです。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。では、またお会いしましょう。バイナラ。